帰りで疲れちゃった実家でゆっくりした分を帰りの移動で全部使い果たしました。いっくんお疲れ。いや、そんなにかかるわけじゃないんですよ。聞いてほしいのよ。チョコミントさん、わ、うまこれ。獅子？うん、違う。ねえ、うしとらうたつみうま、違う。でしょ絶対。って言わない、あのダジャレじゃなくて、獅子座の前の干支は何？それ何？馬？何のギフト？こんばんは。亀さんお疲れ、5個ありがとう。キヨ兄さんビーチボール、人来さん会いたいありがとう。あのね、聞いてください。雨の影響なのか分かんないんですけど、長崎から福岡までのバスが運休が多くて、だからもし今日またこう急に土砂降りとかなって新幹線止まったら困るしと思ってね、早めに出たんよ。12時半とかに長崎を出たんですよ。そんで福岡着くじゃないですか。でも新幹線の予約を安いのがあってね、安いやつでプランでもう事前予約してて、ネットで。だから帰れなくて、時間を変えれないんですよ。そう、変更できないから博多で5時間半さまよう女をしてました。今日はそう、指定のやつだから。だからみんなのメールの返信とか読んでさ、実家でゆっくりしてねとかの返信を博多であの壁にもたれながら読むっていう、全然もうねもういないんだごめんねと思いながら読んでました。わわわさんお疲れ、ここありがとう。博多で美味しいもの食べました。アイスです。アイスだけ食べた今日は。アイスです。アイスをずっと食べたかったアイス屋さんがあって、そこに行ったぐらい。雨が降ってたんですよ博多でね。あの雨が降るかもしれないと思って折りたたみ傘を持ってってたんです。ちゃんと帰省の時に折りたたみ傘持参したのに、間違ってコインロッカーに入れちゃって、キャリーバッグと一緒に、はあ終わったって。ちょっと距離があるんよ博多駅から行きたいアイス屋さんが。自由席ね無理なんです。バリ得こだまだから自由席とかもダメならしい。あのそのちゃんとJR の会社だけでやってるプランじゃなくて、旅行会社とのプランだから、そう変更できない。おみかんさんお疲れありがとう。もうね最悪と思って。自分も使ってる、一番安いのそれがね。そうなの、そうそう、安いのには理由があるわけですよ。 HKT の公演今日あったんですか？今日はね博多駅で歩いてたら、たまたまパッて見たら、あのシートマスクのさやってるじゃん HKT さん、その広告がバーンってあって、私の推しメンのね写真もあったので、あの人混みの中、博多駅って人通り多いんですよ。しかも今日平日じゃないですか、平日の夕方だから、あの人通りがすごい多い中、ちょっとこそこそと写真を撮りました。ツーショット、へへへ。そうみほりんにね事前に言っとけば会えたのにね、言わなかったから忙しいかなと思って連絡しなかったです。言わなかった。いとこも福岡に一人いるんだけどね、あの仕事だったから会えず。ガードリーさんハートありがとう。写真撮ってきた。でも多分メールでは送れないんですよね、企業の広告だからさ。STU とのコラボしてる企業さんじゃないから、
メールとかでは見せれないどこにも出せないやつなんですけど、うん、こんばんは。自分用に撮りました。ただいま。もうヘロヘロだ。よしひこさんハートありがとう。クロさんビーチボールありがとう。みぎやくんバラありがとう。新幹線はわかんない、見てすらないわかんない、見てもわかんない、何のなんか車種みたいなわからんから何も気にせず乗ってます。おみかあさんラブレターありがとう。ね、虹綺麗だったでしょ。そう、昨日見たんですよ。昨日見た虹なの。お裾分けです。メールを取ってくれてる方にお裾分けしました。うっかりあんこさんお断りです。もうどんなにヘロヘロでもそれだけはお断る。昨日のね5時半とかかな、夕方の。お母さんが仕事終わって帰ってきて、5時40分とかかなに見たけど、6時になった瞬間もう降ってた。降ってました。結構、うん、2時じゃなかった、6時40分でしたね。そうなんですよ、新幹線ね長崎通ってるんですけど一旦乗り換えがあるよね。だから私あの PR 舞台のお仕事で乗って以来1回しか乗ったことないです。 それっきりプライベートで西九州新幹線乗ってない。バスとかお母さんの車とかしかない。まあそんな言ってね書いてないからなんですけど、新幹線できて帰省したのはまだ 2,3 回目とかなので、まあそりゃそうなんですよね。お母さんがいつも迎え来てくれてるから。トールさんお疲れありがとう。クロさん花束ありがとう。そうめっちゃ近い虹だったんです。びっくりびっくり。地元にも新幹線の駅あるけどね、うん、明日長崎から友達が来るんやけどおすすめのお土産なんだろう。おすすめのお土産はハトシロールです。ハトシロールおすすめだよ。ハトシロールはでもね熱々が美味しいから現地で食べた方が美味しい、ね、長崎駅は行ってないから分かんないな。使わないんですよね、地元より先にあるから。ハトシロール絶対食べてほしい。でも揚げ物だからそれをお土産にしたらお家で揚げんといけんかもしれん。旅行で行くのがいいかもしれん。あ、稲穂焼きおすすめ。稲穂焼きはちょっと熱々が美味しいので現地がいいかもしれん。あちパセリのお土産紹介でもしようかな。今日はそんな長くしないよ。もう朝も昼も配信したからね今日は。でも一応帰ってきたよっていう報告の配信です。お土産紹介しよう。持ってくる。朝昼晩ってしてる。春夏秋冬朝昼晩花咲けばっか。うーかいか。ちょっと待ってて。よいしょ。
ますよ。みんな準備はいいかしら。まずこちら300円で買ったポーチ、300円で買ったサンリオキャラクターのポーチ、かわいいです。このキャラクターが特別好きかと言われたら全然そうではなかったんですけど、デザインで買ってしまいました。これから好きになりたいと思います。正直者これはパウピポっていうらしい。パウピポっていうキャラクターです。そして続きましてこちら、じゃーん、ピオリンです。これはお母さんが愛知県でお土産に買ってきたやつをくれました。じゃーん、ピオリンのなんかこういう、わかる、まんじゅうみたいなやつ、プリン風味スイートクリームだそうです。カスタードが入ってるので、これはソラハさんにあげようと思って持ってきました。そしてこれはなんかおばあちゃんがくれたんですけど、おばあちゃんがくれたカステラせんべいというものをくれました。カステラらしいです。カステラせんべいだそうです。これもあげます。そして私、あ、そう、あともう一個さ、名古屋城もあげます。名古屋城今まで冷やしてます。名古屋城ちょっとも持ってくるのちょっと大変、立ち上がるのちょっと嫌なので見せません。そしてお土産のカステラ、まずこちら泉屋のカステラ2種食べ比べてもらおうと思って買いました。どっちも御三焼きです。こっちも御三焼き、こっちも御三焼き、だからどう違うんだろうと思って買ってみました。両方はちみつ入りです。こっちは通常よりも卵黄を贅沢に使い、しっとりとした食感、深く濃厚な味わいを極めた泉屋自慢の御三焼きカステラって書いてる。こっちは究極のカステラを作りたいという職人たちの渾身の思いを形にした泉屋最高峰の特選御三焼きカステラ、口どけを追求し厳選した小麦粉、国産のアカシア蜂蜜を使用って言ってます。でね、裏にね、ザラメ糖を敷いておりますが性質上次第に溶けて生地に浸透してまいりますって書いてるので、多分早めに食べた方がザラメがあるのかなって思います。これとこちら、福さやのカステラです。今なんか期間限定でこのパッケージらしい。これも全部あげます。もう今紹介したやつ全部あげるやつ、自分用はなかったです。買えばよかった。なんかです。自分用はこのパウピポです。パウピポです。そう、全部まとめて、カステラ好きの。副菜美味しいよね。いつもね、泉屋のチョコレートかかってるやつを買ってきたんですけど、ちょっとシンプルなやつにしてみました。今回は。食レポしてもらおうからちょっとまた後日言いますね、どんな味だったか。佐藤慎さん、ハートありがとう。暑い、家を閉め切って出てるから暑いですね。そう、チョコレートとかもあるのよ。カステラの外側にチョコレートかかってるやつ。そう、あやぱん髪切ってた。ソラハさんが今日のお昼ぐらいにあやぱん髪切ってるよって LINE してきて、見たいって言ったら写真撮るねって言って送ってくれました。でも分かんなかった、写真じゃ。ソラハさんとパンちゃんのツーショット来たんですよ LINE で。全然もう衣装に隠れて長いのか短いのか何も分からない写真が来た。だから Twitter でやっと見れました。
にゃん吉さん、お断り4つです。ジロ君、ハートありがとう。公園鍵閉めだった。え、お見送りってこと？お見送りが、そりゃ楽しいね、パラダイスじゃん。でもマイカー公園がいいよね。マイカー公園だったら推しメン鍵閉めですもんね。最後マイカーってすごいよね、みんな名前が早い方にいるからさね。チャートリとかはさ、ヨシーだとかミネヨシーとか結構あれじゃん、あいうえお順で後の方じゃないですか。でもマイカーはオキオサキカイでもうそこの辺ね、川又工藤とかだから早いんだよね。いつもね、最近シナノソラハで最後なの、すごくない？作業で最後、ユミリンさんがいたらタキノで最後、びっくり。ノアピーはね、研究生ゾーンにいるからね、すごい。シナあっちにね、すごいよね。私も今日公園出たかったな。平日の夜ってどんな感じなんだろうか。みんなツイッターにさ、なんか客席の盛り上がりがすごいって書いてたから気になりました。そうだったのかと思って。長崎とどっちが暑い？分からん。私の家はエアコンがある部屋とない部屋があって、ない部屋にいたからジメジメして暑かったんよね。七夕、あ、七夕ね、七夕の公演楽しみにしててください。七夕の公演はね、来る人、ちょっと配信で見る人も来る方もちょっとね、早く見てほしいですね。でもドキドキするね。いや、内海さんは内海里奈さんはツイッターもすごい今日大暴れしてます。今日というかもう最近ずっと大暴れしてて、今日は一段と大暴れしてました。もうね、日頃楽屋とかで出てるリネの好きなね、リネたんの好きな、あのなんてインフルエンサーさんがいるんですよ。ちょっと鼻汗すごい私。ちょっと待ってね、鼻汗を拭きたい。あ、ティッシュがない。あ、と放置します。インフルエンサーさんが いらっしゃって、その言葉を真似して喋るんよ普段から。でもツイッターではあんま出ないというか抑えてたんですね。でも今日のツイッター見たら結構出てる。結構っていうか、もうあるツイートがもうそのインフルエンサーさんの文章すぎて出てるよってなった。いや、面白いよね。野々村初めて公園に行くのがなのか、え、それ楽しみですね。よろしくお願いします。楽しみ。髪型どうしよう。七夕っぽいやつかな、なんだろうね。リネタン、リネタン本当もうおもろい。リコチとね、ずっとねリネのツイッターを解読する連絡を取ってて、でも何回解読してもなんだっけ、なんとかのすけドスコイみたいな、ドスコイ太郎みたいな、なんかあれだけがよく分かんなくて解読頑張ったんですよ。でもそれだけは解読できなかった。あ、ピエンガオか、そうピエンガオかドスカイノスケだけ分かんなくて、何だったんだあれは。
あ、ね、青いレモンだったらしいですね、さこちゃん。ツイッターで見た見た。今ツイッター見れる時間だから私。へへへ。ピエン川かドスコイノスケ、私知らなかったよ。ブームなんですか？若者のブームなの？ちょっとハサミがないわ。あっちで配信終わったらこれ切ろ。楽しみ、これ使うの。ポーチ何入れようかな。メイク道具かな。シンプルなポーチ。ポケットとかも何もない、シンプルポーチ。2019年のピエンが丘とスコイノスケ。へえー、そうなの、知らなかった。2019年って STU 入った時。おみかんさんありがとう。やしちさんビーチボールありがとう。リプライショー、いやそれはもうさ、もうねその方だろうなっていうの。なんかいろんな芸能人さん出てきましたよね。マッコトとか、ね、頑張って解読してみたんですよ。陣内さんアイス、黒さんタコありがとう。こんばんは。今日は11時までしますって言って時計見たらもう過ぎていたので15分までしますね。15分までします。流行語、今年の流行語、上半期の方が不利だからね。流行語ってやだね。下半期もいっぱい流行るといいね。言葉が、プーさんラブレター、ともっちさんアイス、ジュノラゴさんレインボースターありがとう、おみかんさんありがとう、スタンプありがとう。今日私は3回配信ボタンを押した。もう眠たいんよお風呂に入る、もう眠眠です。あと二ほどきをせんといけ。麺屋はしごして、下番とから駅まで歩いたらペコペコになった。あら、それはペコペコになるわ。食べましょう。私の今日の夜ご飯はあれ、豆腐とひじきのバーみたいなやつ食べた。バー、あー汗やばい。このお家暑い。自分の実家も暑かったけどこの家も暑い。実家に忘れ物しました。バナナ忘れた。お母さんが買ってくれてたバナナ3本セット忘れたから博多駅で買いました。広島絶対スーパー閉まってると思ったので博多駅で買いました。朝ごはん、推しメンが名前呼んでくれた、そりゃハッピー。公園行けてよかったね。公園いいな。公園、ジロ君回復薬、クロさんラブレターありがとう。広島には行ったの？うん、私も行ったけどさ悩むよね。2月22日に行ったら安かったよ。来年行ってみて。2月22日にバナナ。今日はね博多駅で5時間半潰さんといけんかったからどうしようと思って、雨降ってるし天神までいつもやったら歩くんですけど、もう歩く気力もなくて雨だから博多駅の中をどうにかこうにかいろいろ回ろうと思ってぐるぐるしてて、ヨドバシカメラにたどり着いたんですよ。でヨドバシカメラの4階になんか安いスーパーがニューオープンしてて、そこで野菜をこれから広島に帰るっていうのにね野菜を買いだめしました。きゅうりとオクラとぶなしめじとバナナ
とだけかな買いました。ね、映画見るか迷ったんですけどね、うろうろしてました。そう、5時間半やばいよね、びっくりした。明日帰ってくればよかった。明日のお仕事がね、何時からか分かんなかったから、もう今日帰ってこようと思ってたんですよ。で帰ってきてる時に明日のお仕事の予定の時間見たら、これ明日帰ってこれたってなって、ああって5時間半ってなって、ね、まあでもゆっくり配信できるということで、結果オーライ。こんばんは。妹とはね、特に何もです。今日の昼配信してる間にもういなくなってました。出かけてました。バイトかな、大学かな、わかんないけど、いなかった。確かに東京行けるね、5時間半あったら全然ね、4時間で行けるもん。そうじゃん。クロさんありがとう、スタンプありがとう。かいちゃんゲームギフトありがとう。楽しかった、久々の帰省楽しすぎました。楽しかったっていうほど何かしたわけでもないんですけど、私が今回の帰省で楽しかったことは、おばあちゃんと畑に行ったこと。いつもね、帰省してもなんかチラッとおばあちゃん家寄って玄関先で話して帰るだけだったんですよ。でもうすぐこっちに戻ってくる感じだったので、今回は畑に行って一緒に野菜見たりとかしてまったりできたからよかった、楽しかった。阿部寛さん馬ありがとう、頑張りき。まこばやさんハットありがとう。収穫したオクラ、オクラね、ばあちゃんが朝からオクラいっぱい収穫しすぎちゃって、私と行った時1本しか取れなかった。オクラ1本だけ収穫しましたよ。楽しすぎました。そう、何もすることなかったですね。まあでもそれもいいかな。トウモロコシは事前に収穫してくれてたんですよ。収穫して湯がいてくれてました。だからね、畑行ったらもうイノシシにやられた跡しか見れなかった。息を吸う心、パちゃんの星、タオルかな、タオル買ってくれた、合ってるかな、買ってくれたの、ありがとう。あ、合ってた、タオルだった。タオル星になるよね。にゃん吉さんお断り、3個です。イノシシとモグラとアナグマが出るって言ってました。あとカラス出るらしいです。気をつけてください。こんばんは。あとカエルいた、畑にカエルもいたし、クモもいたし、なんかコオロギみたいな感じの、コオロギではないんだろうけどコオロギみたいな見た目の虫がいました。あれは何だったんだろう、ゴキブリじゃなきゃいいなって感じですね。こんばんは。軽トラでドライブしたよ。軽トラで
なんかおばあちゃんがね生地屋さんに行きたいって言ったから、軽トラで生地屋さんに行ってドライブしました。ちょっとだけ。終わるか。終わろう。終わっちゃおう。あ、オケラ、オケラはオケラ、オケラはリセット公演の曲だ。オケラ終わっちゃおう。二ほどきしちゃおう。じゃあ男女行こう。13位おみかんさん、12位人雷さん、11位ジノラゴさん、10位福ちゃん、9位阿部寛さん、8位チョコミントさん、7位にゃん吉さん、6位クロさん、5位ゆさなこさん、4位わわうさん、3位あっちゃさん、2位ゆうたくん、1位プーさん。ありがとうございます。ありがとう。もう湿気でやられた姿を見てくれてありがとうございました。公演見た方とかもね、たくさん目を使ったと思うので、ゆっくり休んで明日も頑張りましょう。お仕事もお疲れ様です。学校もお疲れ様。また明日。ありがとう。バイバーイ。